んにちは、シエルです。以前家にあるトランプを全部見せてくださいというコメントをいただいたんですけども、さすがに家にあるトランプを全部出すと多分私のものだけでも500個以上になっちゃうので、ここがね私の仕事場のスペースなので、その近くにあるトランプを今こんな感じでかき集めてみましたので、こちらをねちゃちゃちゃっと紹介していきたいなと思います。で、ここでいつも撮影したりとか、私は編集したりとかね、ここでパソコン開いてやってるんですけども、この部屋以外にマジック用の部屋があって、でそっちにマジック道具がたくさん収納してあるんですけども、最近ちょっとこう撮影とかで使ったトランプが紙袋にボンボンボンって入ってたので、それを今ちょっと取り出した感じになるんですけども、私の場合フラディッシュ用のトランプを結構買ってるので、デザイン重視なものがいっぱいありますね。いくつか未開封もあるかな。未開封もちょっとありますね。これね、フラディッシュ用にね前買ったやつで、すごい可愛いんですよ。この2枚がこれ入ってて、黄色鮮やかですよね。マークのところが黄色とピンクで、可愛いんです。これは完全にフラディッシュ用ですね。ちょっと仕事とかじゃ使えないかな。あとビザ、これはね、ポンちゃんからもらったやつ。パトリックくんさんですかな。なんか和っぽい感じのデザインか。やつですね。ディズニーのトランプ。で、ノックデックのピンクと黄緑。これはね、前に仮面のチャンネルでデックレビューしてるんですけど、見てください。これね、最近カバンの中に入れて持ち歩いてたら、もうケースがボロボロ。中は綺麗なんですけどね。これはすごいやっぱ発色が綺麗で、これもザ・フラディッシュやったら綺麗かなっていう感じのものですね。でね、これが海外ドラマブレイキングバッドのトランプです。これね、マギカさんで売ってて500円ぐらいで安かったんですけど、海外ドラマ好きなので、そのブレイキングバッドのトランプ、これはなんかポンちゃんからもらって、これちょっと高いって言ってたかな。で、このホイール、これは休みしてたかな。触ってカードを当てろっていう引きデックやった時に使ったやつ。デザイン的にはザ・トランプって感じかな。これもね、フラディッシュ用に買ったトランプです。かわいい。これなんかちょっとエースとかがかわいいんですよ。なんか手書きって感じで。海外ドラマロストの監督、マスターウォーズも手掛けてますけど、その J.J. エイブラムスの手掛けたトランプということで、このね、バッドロボットっていうのはその JJ の会社なんですけども、そのね、コラボデックです。JJ エイブラムスが手掛ける海外ドラマってすごいミステリアスって言われているので、これもミステリーボックスプレイングカードだったかな、名前ハテナマークが書いていて、でこれはクラフトペーパーに包まれた状態で販売されていて、それをこう破って中を開けるっていう。これは以前仮面チャンネルの、1000人だったかな、チャンネル登録1000人の時のプレゼント企画でこれをプレゼントしたんですね。パレットこれはね、からくりさんがペン持ってたのね、もらってきちゃった。はい、かわいいトランプ。これは B ですね。はい、これ B。 なんかさ、この B さ、ケースが穴開いてんだよね。ほら、ちょっと不思議な感じ。ピンってそんなもの？コストコのバイシクルの赤青。これは、ゴルスタ。ゴルスタだけどね、開いてない。これね、私、去年のハロウィンの時に使ったんですよね。お化けの顔。デザイン感が、なんかホラーっぽい。で、このね、カードを使ってハロウィンの時にインスタに動画上げたんですよ。そしたらこのね、制作してる人たちがね、なんか私のインスタにね、いいねとかタグとかつけてくれたりとかして、はい、ちょっと英語でお話をしました。これはプレイフェアのカード。マジック自体はちょっとね、やりにくいんだけど、フラディッシュがね、やりやすいんだよね。これなんか塊感っていうの、パケットのね、塊感がすごいの。素材はね、台湾製なのかな。これはね、フラディッシュがすごいやりやすい。なんかね、フラディッシュでいろいろ形作るときにカードがね、サラサラしすぎてるとファサササって落ちちゃうんだけど、それはね、
あのやりやすい。で、あ、タリホータリホータリホーで、あ、これはね私の師匠の阿部さんがねラスベガスで買ってきてくれたデック、これもちょっと未開封、なんかねすごいキラキラしててこれ可愛いんですよ、キラキラで、なんかもったいなくて開けられてなくて、はい、未開封でずっと今持ってます。で、はい、バイナリー、この間あのブラリッシュ練習でも使ってました。これはねすごくデザインが可愛くてちょっと目がチカチカしちゃうんだけど、マディソンのカードだね。これマディソン。結構ボロボロになっちゃってます。フライシュ練習で使ってるカードです。これはね、色味がパープルで可愛いんですよ。個人的にすごい好き。マディソンラウンダーズピンク。これはね、ダイマジックさんがおすすめしてくれたカードで、ここ最近ね、一番いい。このね、柔らかさといい、デザイン感といい、もう完璧。可愛い。でね、この間ね、ダイマジックさんが夜中にね、ライブやってたんですよ、YouTube で。でその時にちょっとコメントしたらね、わざわざこのね、あのラウンダーズピンクをね使って手品とかしてくれて、チキンナゲット、チキンナゲット、これねポンちゃんからもらったやつなんですけど、これはなんといってもね絵札がめちゃくちゃ可愛い。何が可愛いってね、みんなねなんか食べてんのよ、絵札もぐもぐ、みんななんか食べてるんです。これすごい可愛い。プレイフェアと同じ素材、台湾製だからかな、あのフラリッシュがすごいやりやすい。アイディアルデック、これもね未開封。アイディアルデック、これも多分、これもコストコかな、これコストコバイシクルで、これがフラリッシュ用に買った、これもすごいあの綺麗、フラリッシュ用に、うん、これも綺麗なカードですね。で、あ、これも最近フラリッシュ練習で使ってるやつですね。これはバイシクルなんだけど、この柄がすごい可愛くて、なんていうの、カーテンとか絨毯にありそうな柄っていうのかな。うん、これもすごいお気に入りです。この色味っていうのかな、ちょっとグリーンの、渋めのグリーン感がすごいです。で、はい、これが出ました。チェリーカジノデック。これも可愛いね。うん。なんか私これのさ黒ブラックのやつ欲しいんだけど、ちょっと高かった気がしたな。仮面チャンネルでデックレビューしたこのマディソンのゴールド、これは綺麗でしょ、このでキラ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 、これは高かったね、2000円ぐらいしたやつ、うん、なかなかカードで2000円は高めですね、うん、はい。で最後、あ、これはねこれもデックレビューこの間したやつで、アニマルの、アニマルデックですね。これはアニマルデックっていうぐらいだから、あの、絵札がアニマルなんですよ。こんな感じで。かわいいでしょ。このデックを買うと1ドル寄付されるっていう、この動物関係の、あの、あれに募金されるという、はい、感じなので。で、これは箱がめちゃくちゃポコポコしててね、こう、お金かかってる感があります。はい。まぁ、ちょっと雑でしたが、こんな感じですね。これがまぁ、今のところ、仕事場の近くにこう置いてあるという感じです。で、まぁ、この中からね、いつも、まぁ、夜中の深夜練、夜中のフラリッシュ練習とか、まぁ、今日これでいいかなって感じで使ってやってます。台湾製の、この、まぁ、フラリッシュがやりやすいカード、を使うこともあれば、フラリッシュの練習内容によって結構トランプをね選んだりもしています。あのね、マジシャンなりたての時に一回めちゃくちゃデック集めたんですよ、可愛いやつ。あのここ以外にマジック部屋があって、そこにあのコレクション、デックコレクションとかも置いてあるんですけど、そこにも結構デザイン性のあるトランプがいっぱいあるんですけども、一回最初マジシャンなりたての頃に集めて、で、あ、仕事で使わないと、デザイン感のあるトランプは結局コストコバイシクルだってなって、一時期トランプ買うのがあんまりなくて、あのフラリッシュ始めて、あのやっぱこうデザイン感のあるやつでいろいろこうやりたいなってなって、それでまたデックを買うようになりましたね。最近はこの身の回りにこういうカラフルなデックが常に置いてあって、時間見つけて練習しているっていう
感じです。はい、またねこういう、まあ、マジック道具とか、まあ、トランプとかご紹介していけたらなと思っています。本日もご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。